明治20年しかしそれは これでビール作ってたの？当社の場合はもちろんピルスナーも作ってるんだけど、大体ね1年中でね、7種類のビールを作ってます、はい、ここでセブンタイプビール、で一番代表的なのがペールエール、ペールエール、あのイギリススタイルね、イングランドスタイル、ペールビール、であとね、ベルギーのベルジャンウィットホワイトビール、あホワイトビール、はい、ベルジー、であとはまあ、あとドイツのバイゼンとか、ヘレスっていうビールとかね、ヘレスビアっていうのは要するに、ドイツ語で色が明るいっていう、明るいっていうヘレスヘレっていうね、ヘレスっていうビール、甘いねちょっとね、あの色の明るいビールなんです、ね、そういうビール作ったんで、もうとにかくいろんなビール作って、うん、で発酵の温度もそのビールのタイプによってみんな違うんです。あー、エールビールはだいたいね20度ぐらいで発酵させる、うん、温度も20度ぐらいの温度で、逆にピルスナーっていうのはあの5度以下、低温で発酵、そんだけ違うんですか、低温でゆっくり発酵させる、でしかも、エールビールっていうのはもうできたらすぐ飲む、はい、味がどんどん変わってしまう、うん、だけどピルスナースタイルのビールっていうのはできたらまた寝かす、少し熟成させる、うん、そうするとどんどん美味しくなる、だからもういろんなタイプのビールがあって、うん、でこれがね、明治20年うちビール作ってたんですもともと、その時もこれ食べる、120年前のこれレプリカですけど、はい、ジャパンビール、ね、日本ビール、うん、大日本ですね、武蔵国、こういうビールを作ってます、かっこいいな、その時に使ってたこれシャフツ釜です、この中にモルトを入れて、はい、お湯で煮立てて、はいはい、麦汁作ってた、うんうんうん、その時に釜なんです、で、120年前というと日露戦争が、はい、日中戦争が、はい、第二次大戦、うん、これ鉄ですよね、あそうか、軍事教室なんです全部、本当はそうですよ ね、でじゃあなんでこれここに残ってるかっていうと、うん、要するにそのビールをね始めて、ね、たった2年で辞めちゃったんです、はい、うちの会社これ、はい、たった2年、はい、で辞めた後に、ね、他のものはみんな売却しちゃったんだけど、これだけね知り合いのうちに辞めたんです、辞めたこれです、でじゃあもらった人何ですか、穴掘ってね埋めて冷えました、はぁ、あ、ね、これは面白いな、メーカーエボバックとチェンジしたときに、なんか、ほぼほぼビールだったね、 But it's not the same like the other rice、うん、ちょっと違う